立浪、辛抱の時期。中日は1回に2点を先行しながら2回にすぐ逆転され、2カード連続のカード負け越し。特にバンテリンドームでは24勝29敗5引き分けと地の利を生かせていない。立浪和義監督は、ここで勝たないといけない。投手が先に取られることも多いし、点が取れないのもある。辛抱の時期と唇を噛んだ。11安打を放ちながら2得点の打線には、打ちたいのはわかるが、何でも強く振ろうとせず、センター中心にとか、配球の読みとかと打席内の意識改善を求めた。いつまで辛抱しろと言うんだよ。松井に習ってもう休養したらどうだ。井上二軍監督を代行にする方がよっぽど期待できるだろう。はぁ、辛抱の時間もうとっくに時間切れだろ。何が辛抱だよ。2年連続再開で今年も浮上の見込みが見られんぞ。打たせたいのもわかるけど、いい加減ヒット以外で点を取る攻撃をしてもらえませんかね。辛抱の時期って、いつもいつも辛抱しかしてないやん。自力のある強いチームが言うセリフだよそれ。ファンは、3年間辛抱をしています。監督、過去に辛抱をしない時がありましたか？辛抱の時期って今に始まった話じゃないだろ。シーズン終わるまで辛抱の時期だったりしてな。立浪さんよ、辛抱の時期って、俺らあんたが来てからもう2年も辛抱してんだぞ。たっちゃん、ドラゴンズファン派ね、ずーっと10年以上も辛抱してるの、何とかして。ファンは、立浪の采配や起用にずっと辛抱している。早く退任した方がいい。辛抱の時期って監督さん、あなた何年目のチームですか？何年待てば打つ方は、なんとかなりますか？ファンは、もうずっと辛抱してます。春先はちょっとだけ嬉しかったけど。辛抱の時期と言うけど、中日ファンはもう2年以上辛抱しているのでは？頑張らなくても辛抱もしなくていい。邪魔だからやめてくれって聞こえてきます。ドラゴンズファンは、もう何年も辛抱してます。